はい。それでは、えー、っと、この質問に対する、えー、答えをライティング、今から作っていきますので、まあ、大体見てみてください。10分くらいかかっちゃうかもしれませんけれども、考えますので。じゃ、とりあえず読んでみましょうか、これね。ちょっともう少し大きくしようかな。これを大きくして、えー、大丈夫かなこれで見えますよね。じ読みましょう。はい。あ一緒に読もうね。1、2、3。 Do you like cooking for your friends? まあ意味的にはあなたは友達に料理を作るのは好きですかって意味ね。まあ友達が来た時に作ってあげるとかね。ラーメンとかね。カレーとかね。<laughs> あるかどうかわかんないけど。じゃあそれに対して、これイエスの方が答えやすいので、イエスにしましょうね。ちょっと待って。イエスでもいいんだけど、そうだな。 うん、yes, I like でもいいんだけど、この Yes, ーを言わなくてもいいよね。まあ言ってもいいんだけど、なんかややこしくなっちゃうので、ここ I で始めて、で、これ、u like ってここあるでしょこれ、You like, You like じゃなくて、I like にすればいいだけだからね。これ,もこれを、えー、っと、ここまでを,これをコピーしちゃえばいいんだ。ね。はい。こんな感じです。で、ここにピリオドを打てば。これをちょっと色がちょっとアレなので、<laughs> この爽やかな、これにしましょうか。これに。I like cooking for, えっと待って、ここ、あなたは知らない。ここ。ここは前になんないとダメだね。I like cooking for my friends。で、ここの後に、理由が2つ。いつでも、いつものやつね。I have two reasons.Two reasons. この reasons とか、これは暗記してね、スペルね。 R, E, A, S, O, N, S ですからね、これね。で、この後に、最初、ファーストですよねこの。この、このパターン覚えてね。ファースト。F, I, I, F, s ト。で、カンマ。この後は小文字なんだけど、えー、っと、そうですね。えー、っと、あ、そうだね。 友達は食べるのが好きだから、なんていう感じでいいんじゃないですか、えー、all my friends.all my friends.friends, friends like. まあ、例えばこれがファミ、えっ、ー、と、ファミリーとかだったら、all my family でもいいよね。はい、えっ、ー、と、like, えー、なんだ、eating. これ、eating が、 出てこないときには、like food でもいいよ。FOOD ね。はい。あんまりよくないんですけど、それ。Like、eating のほうがいいんだけど。all my friends like eating. こんな、ここまで何語だろうちょっと数えてみますか。一緒に数えましょう。1,2,3で、f o u 4って数えるからね。せーの。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. だからもう半分以上来ちゃってるわけだよね。25号か五二十五から35までで書くわけなんです、これ。半分来ちゃってるから、もうこれでいいかな。で、セカンド、これ言っちゃいましょう、もうすぐに。セカンド。第2に。セカンド。そうですね。うんと。あ、私は料理が得意ですっていうのいいよね。I am good at. これも覚えておいてね。I am good. あと、これよく使いますから。いろんなものに使いますから。I am good. あと、クッキング。ね。で、そうすると、さっきのこれが16だったでしょ。ここが。そうすると、ここのところはもうすでに20超えちゃってるから、あ、もう大丈夫だ。で、ここ最後、えっと、これ、for, えっと、these two reasons. こう書いたらもうこれでもう終わりみたいなもんなんだけど、for these two reasons I like この最初のやつね、これね。I like cooking for my friends これをこのまま移しましょう。I like cooking for my friends For these two reasons I like cooking for my friends とすればいいわけです。これで終わり。これ16ですから 17から一緒に行きましょう。はい、せーの。17、18、19、20、21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.32号。ぴったりじゃないですか。25から35までだから、完璧じゃないすかこれ100点ですね。<laughs> 100点は取れないかもしれないけど、まあ、とりあえずまあいいでしょう。で、これ、ここのところちょっとこう。 でこれ、間違ってないかとかちょっとか確認してみましょう。えー、っとね。ポイここの、えー、っとツールでドキュメントの翻訳してみましょう。日本語ですよね。日本語。これで翻訳してみると、えー、どうかっていうことですが、ちょっと日本語読んでみようね。出てくるから。あ、出てきました。じゃこれちょっと読んでみましょうね。はい。 じゃあ、ここから読みましょう。せーの。友達に料理を作るのは好きですかここからね。私、ちょっと待ってね。これね。いつもこの最初の部分がおかしいんだよね。どうしてでもまあ、とりあえずいいや。えっと、私、ちょっと待って。私、友達に料理を作るみたいに。あ、ちょっと待って。これっておかしくない役が。なんでこれこうなるんだろういつも。I like cooking for my friends. 全然大丈夫だよね。あ、さっきコピーしたから先生。私、今。ここコピーしたから、コピーがこっちに来たので、もしかしたら、このまま、これが、これだけを、この愛を、じゃなくて、この、これなしで、これかなって思ってるのかもしれない。そしたらね、実はね、この愛がなくて、like から始めると、like は好きって意味じゃなくて、のようにって意味になるの。だから、 と友達に料理を作るようにみたいな感じになるんだよ。で、これ見ると、えっ、ー、と、友達に料理を作るみたいに、ようにと同じように訳してるから、そういう感じでこれ認識されちゃったんだね。だからここはちゃんと打ち込まなきゃダメだったのかもしれない。この上の方のやつの、ここから切れちゃってるんですね、これね。はい。これダメです。ちょっと後で先生直してみますからね。じゃあ次読みます。せーの。理由は2つあります。 まず、私の友達はみんな食べるのが好きです。はい。これなんかこれ残ってたか。次ね。2番目に私は料理が上手です。これら2つの理由から私は友達に料理を作るのが好きです。まあ、大丈夫でしょう。英語も一応読んでみましょうか。1,2,3. I like cooking for my friends. I have two reasons.First, all my friends like eating.Second, I am good at cooking for these two reasons I like cooking for my friends これで完璧です